皆さんこんにちは、賃貸のまさきの中島です。本日私は京都府総楽郡青果町光台にございます、3DK の賃貸アパートバーベナ光台 A 棟にやってまいりました。まずはこの和室のスペースなんですが、こちら、普段の寝室としても使える、そんな、お部屋となっております。収納スペースは押し入れタイプの収納スペースが2つもございますので、衣類、お布団の収納にも困らない広々サイズの収納スペースと言ってもいいでしょうね。お部屋は南向きということで、暖かい日差しがしっかりと入ってきます。窓を開けていただきますと、バルコニースペースがしっかりとございますので、お布団や洗濯物などもしっかりと干していただけます。そしてこちらの和室のスペースを出ますと、ダイニングキッチンスペースにございます。ダイニングキッチンスペースは広々としたキッチンスペースがございまして、シンク、調理スペース、そして3つ口のガスコンロがビルドインされたシステムキッチンタイプとなっております。このように上のスペースや、そして下のスペースに収納スペースがしっかりとございますので、キッチン用品の収納にも困りません。またこのスペースにリモコン給湯もございますので、こちらぜひご利用いただければと思います。冷蔵庫などはこちら、冷蔵庫や食器棚などはこのスペースに置いていただければ、お料理の動線もしっかりとできるんじゃないでしょうか。またダイニングキッチンスペースからは、普段、リビングスペースとしても使っていただける洋室のスペースに移動にすることも簡単にできますので、一家団らんのスペースとしてもご利用いただけます。そしてもう一つの洋室のスペースもこのようにしっかりとございます。ご夫婦の寝室としてもぴったりなスペースじゃないでしょうか。また収納スペースもしっかりとしたクローゼットタイプの収納スペースがございますので、衣類の収納にも困りません。またこのお部屋からもですね、バルコニースペースに出ていただくことができますので、2面バルコニーということで、とても使い勝手のいい、そんなお部屋になるんじゃないでしょうか。それではこちらの扉を開けまして、水回り、トイレのご紹介です。出ますと、まずはこちら玄関スペースですね。玄関には、大きな下駄箱もございます。この扉を開けますと、お手洗いとなっております。では水回りです。こちら、このように人気のシャンプードレッサーや室内洗濯機置き場もございます。奥に行きますと、ゆったりと使っていただけるお風呂場もございますので、一日の疲れをしっかりと癒してください。いかがでしたか。これだけ使い勝手に 3DK の賃貸アパート、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のお酒のスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。